ピーマンをヘタを取りカットしていきます。鶏ももも一口サイズにカットしていきます。酒、塩、片栗粉を加えて揉み込みます。サラダ油にニンニク、生姜を加えていきます。鶏もも肉を炒めます。ピーマン、カシューナッツを加えて、酒、砂糖、オイスターソースを加えてさらに炒めていけば完成です。